ゴルフ業界を盛り上げ,ますり上げよ <laughs> ということで始まりましたじゃあ前回これやったんですけど、はい、もうそれから手の動きどういうことなんだろうと思ってる方いっぱいいると思うんですよ。<laughs> はいはい、<laughs> 手の動きは難しいんだろうなと思うんですけど。いやいやいや全然もうまずはまずはもう本当簡単に。 まあ今の、ね、この体の動きに対して、まあ、手をどう動かしていくか、はい、ということですね。では、はい、じゃあ早速い、うん、きます、えーまあ、まずは先ほど、まあ、このようにねこう前傾に対して体を回していきますよ、はい、ねじっていきますよって言いましたでそれではじゃあ一回ねもうシンプルに体を起こしましょう、うん、まあこう水平の運動ですよね、うん、でそれがまあ前傾することによって少し斜めの運動になりました。はい はいそれでは体を起こした状態でシャフトを地面に対して水平の位置まあだいたいこうベルトの位置ぐらいに構えていきますはいこういう感じでここから何をする何するんですか回すだけですはい本当にそうこれだけはい超簡単でしょう超簡単でしょうそれはできそう腕を伸ばします 伸ばしますで,で、うん、このまま体をじゃあ90度回します、うん、それにクラブもついてくる、はい、戻しますついてくる、うん、そこでちょっとチェックしてもらいたいのは、うん、このリーディングエッジって分かりますね、はい、このクラブの底の、うん、このラインですね、はい、リーディングエッジでこのラインがちょうど体をそれこそ90度回した時にまあ自分から見ると直角になってくるわけですよね。はい 直角になってきます。うんうん、それで、ここで大切なのは、意外とね、皆さんスイングしだすと、この腕がね、いろんな方向に動いちゃってるんです。ああ<ー>。そう、なので、もう、まずは、この状態から、体を回すだけで、動かすと。うん、クラブの向きっていうのは、直角になります。え、自分の、あれですか、自分に対して、まっすぐってことですか。ま<う><直>っすぐ。うんうん、そう、そうなりますよね。はい、なります。で、これが、体を完全に起こした時の、プレーン。ン うん、要はこうシャフトがなぞる軌道ですね、はい、軌道、うん、でもういえばこの水平の、まあ、半,げ半月のようなこう動きじゃないですかこうやって、うんうん、でこのシャフトの軌道に対してフェース,スのこのリーディングエッジっていうのはずっと直角ですよね、うん、直角です直角に動いてます、うん、そうこれがね大事なんですえでもこれなんでこうなると <laughs> あっちこっち行くんですかね <laughs> でもそれを、はい、じゃあ今完全に体を起こしている状態じゃないですか、うんうんね、起こした状態でこのまま水平にする、はい、でじゃあここからじゃあ少しじゃあまあ10度ぐらいのイメージで体を前に倒していって、うん、その分クラブも同じようにこれを変えずに少し倒す、うん、でそれでまた同じように動かしていく、うん、ね左右に。はい できるできるこう90度九十度,度それでじゃあそれがまあ少しずつ自分の中で1234ぐらいの感じで1234ぐらいで要は1でこう動かすじゃあまた2もうちょっと下げて動かすで最終的にまあ少しクラブを地面から浮かした状態で同じようにやっていくってなると自然に あの正しいバックスイングのこのクラブの軌道とフェースの向きっていうのは実はこれだけで体感できるんですよ。だからそう、あのー、まずは難しく考えすぎずに水平だったらこのまま横に動くし、うん、じゃあ仮にこのゴルフクラブが垂直なクラブだったらもしねクラブの動きはどう動きますこうこう縦縦に動くう完全に縦に動完全 円のように、うん、だそれがいわ、まあ、ばこう水平でもなければ垂直でもない、うん、少しこう斜めの円を描くっていうのを頭の中でどれだけ作り出せるかっていうことがまずは大切なんです、はい、な水平でもない垂直でもない少し斜めの円になってくる、はいはい、そこでじゃあフェース面が安定してててるかかどうかっていうっいのがとても大切ですうん、うん、で先ほどそのシャフトの軌道に対してフェース面が直角って言ったじゃないですか。はいね このシャフトの軌道うん、うん。ということはこのまま斜めにしたらこのの斜めの動きに対ししててフェイス面が直角でででいんですす、はい、そうですねそうだからこの斜めに対してフェース面が直角にイメージするとそう,そうすると例えばじゃあここでこうクラブが斜めなのにフェース面がこんなに開いたり<ー>逆にこう、はい、まあ閉じすぎたりするとこれは一致してないじゃないですか、はい、でそういうのも意外と感じれるようになってきます。 なるほど。うん、それがまあよりこう鏡とかで実際こう右側を鏡に体の右側を鏡に映して、うん、それでこう,う何となく構えた時のこの斜めのラインを感じながら動かしていくと、フェイス面の使い方っていうのが結構分かってきます。うん、確かに。そう、<laughs> そうなんです。ここに対してね。でもそう,そうそう。言われてみれば。 この体に対してこう、体の前傾角と一緒とかはよく聞くじゃないですか、うん、これが体の背骨と一緒とか、うん、けどこれに対しての直角っていうのはあんまり,、はい、んまり表現的にはそこまで言わない、ね、で意識してなかった、うん、でもそうですよねそう,そうしたらスイングプレーンも意識しやすいかもそうで両方いやまずはこうやってやってあげると結構そのあシャフトってこういう軌道で動くんだそれが 体が斜めになることによって、あ、斜めのこうね円を描くんだっていうのも少し分かってくるじゃないですか。分かってきます。あくまでも初心者用ですね。僕がやってるラジオね。でも初心者用結構ためになるかも。あ、本当ですか。なんかそれは良かった。それは良かった。サイドを確認できるし、しかも初心者の方、あ、私最初 これやればよかったと思います。ああ、そうね、全くわからない、うん。そ,ね、そうそうそう、なんか、うん、イメージも作りやすいかなって思いました。うん、だ、こう、ね、どうしてもこういきなり初心者の方で、いきなりこう、うん、うなんかもう。振り回そうと、うんうん、ね、する方が結構いらっしゃるんですけどそ。そうですね。うん、しかも、場所の確認とか、なんか、その物差しのないままやるから、何が正解かわかんないじゃないですか。うん、でも、こうやってやったら、これからの。 これとか考えたりとか、うん、この目安があるからいいですでそれでさっきこう体を動かしたじゃないですか、はい、でそういうふうに今この動かし方と先ほどのこの体の動きを合わせればなんとなく、うん、なんとなくこう見えてくるものがあると思うんですよね。ね、うん、このビジネスゾーンと言われる振り幅が結構 あのイメージ作りやすいですね。まずはここからやっぱり始めるっていうのはとても大切だと思います。そうですよね。はい。でどうどうなったらボールがまっすぐ飛んでくれるのかっていうまあ原理っていうものを知っておくってことも大切なんですね。この振り幅の中でそうですよね。でそこでじゃあ例えばまあターゲットに対してまあクラブをセットしますと。でそれでこの オーディションに対して、まあ、フェース面が、うん、まあこのようにこう開いているていうか、ね、うまあそのままじゃあボールを打っていったらじゃあどんな球になるかとちょっと一発打ってみますね、はい、これが、まあ、このぐらいじゃあ開いてでそのまま,じゃあそのま,まただ体を回して打とうとするとあーまあボールは確実にターゲットよりも右側に飛んでいきますと。す、ねはい。 フェイスがオープンで当たっちゃいますもん、ね、そう,うんうんうんじゃあ逆に、はい、じゃあもっと構えてそのシャフトの軌道に対して面がもうすごいこのぐらい下向いた状態、はい、でじゃあこのまま体を今度は回転して打ってうん。そうすると今度はすごい左に飛んでいきます、うん、まあこれはもう 知っといてもらいたいのは、基本的にはこう当たる瞬間。このインパクトの時にフェース面が右向,向いて当たると、うん、球は当然右に飛んで、球はね、少し高く上がるようになります。<ー>これも知っといてください。左に飛ぶっていうことは、こう当たる瞬間に面が、まあ当然左を向いていて、ボールは低く左に飛んでいきます。はい、高さが右に飛んでいってる時と、左に飛んでいってる時では。 ボールの高さまで違うということ。そうですね。全然違いましたもんね。ね、うん、これも。ちゃんとそのクラブを扱う上で、知っといてもらいたい。なるほど。意外とこの辺も。わかんない方が。結構多いので、知っといてください。ねはい、はい。この動きですよね。この動きに対して、じゃあ、斜めに動いていきます。では、フェース面が完璧でも。上げるど、時に、手だけで、こう。ね、この、この法則から。 こういうい感じのイメージで逆らってしまってこう上げるとするじゃないですか、はい、まあこれでフェース面が同じ向きであってもそのまま体を戻すと今度はあこれ今すごいミスになりましたけど <laughs> ちゃんと真ん中に当たらない可能性だって高いですよね高くなってしまうけですよねそれとは別に、うんえー、この動きからじゃクラブがかなり先にこう先行したバージョンで、はい、いくと。 こんな感じ、はいうん、そうするとこの P2 の時にかなりクラブが後ろに来ますじゃあこのまま、えー、回転して打っていくと、まあ、これももう全然当たらなくて、うん、ボールが右に行ってしまいますと。はい、なのでこうするとあの意外とあどういう状況に来たらこのシャフトとフェースのこの面の向きがどのように上がってどのポジションにいれば自然に当たる位置っていうのが本当に練習していくとうこうやって当たったら なるほどねボールがまっすぐ行くっていうのがまずは分かってくれるんですよ。<ー>それがななスイングだと分からいでもここまで上げるとそ,、ね、そのシャフトの本当にこの上がり方、まあ、これをシャフトプレーンっていうふうに言うんですけど、うん、そのシャフトプレーンとフェースの関係性がここでまあ開いたり閉じたりどんだけシャフトの軌道が良くてもここで。 フェース面が閉じたり開いたりすると、っまっすぐ飛ばないですよと。はい。もちろんっまっすぐ飛ばないどころか、ちゃんと当たらない。うんうん。当たるのも難しそうでしたもんね。そうええー、わかりやすいです。そうでしょう、うん。複雑に考えすぎてたかも。今まで、はい、確かに超シンプルだし、はい、なんか感覚も身につきそうだからいいですね。そうなんです。僕がスイングで考えているのは、うん、あまりスイング中に、やはりそのフェース面を、うん、この。 あ開閉みたいなそうこうオープンにして閉じてる、うん、もう手をこう返したりするような打ち方はあまり僕の中では推奨していないので、はいはい、まあその、ね、こちらの方がよりシンプルにクラブを操作できますし、うん、ボールをコントロールすることも比較的しやすいので、はいうん、なので。 このもう本当にシャフトのこの軌道に対してフェース面は本当直角であれば基本的にはちゃんとボールにインパクトする瞬間にフェース面はマスがたって安定した球を打てるようになるのですごいそう,そ,うそういった意味で GG 系のね体をターンして打つっていうその第一歩ななんですよ、うん、なるほど、はい、ここが確かにこれを理解した上でやるのとやらないのじゃ全然違いそうだから。はい、そうです そうですね初心者の方とかこれから始める方導入する方はやった方がいいかもしれないですねですこの動きって、うん、初心者だけじゃなくて、うん、上級者の方もこの辺りのフェースの向きってチェックできてなかったりして意外とこれだけを練習をしてもらうと、うんうん、めちゃくちゃその後当たったりするんですよあでもそうですねなんか感覚だけでやっちゃうようになっちゃってるかもしれないですね、はい、なんかこうここで合わせるみたいな、うん、そうこれね 逆にこう結構フェースをこうやって、うん、あえてこう自分で開いてみてこう閉じようとすると、うん、やっぱりなかなか難しいと思うそれで打つと、うん、ここで極端にこうでもね結構いるんですよそうやってやっぱ打ってる人も結構いて感覚ないでしょここからじゃあこのまま体をじゃあこのまま何もしないで体短怖いよ <laughs> っていうことはそれをまっすぐ戻すにはしないといけないね。うん 難しそう。怖いですよね。うん、その。そう、この状態から。うん、<laughs> 結局、そうやって、当たりのミスにもつながってくるし、うん、ここで。結局、ボールに。合わせに行くっていう作業が必要。そうです、ね。僕、僕はね、一番嫌いなこ言葉、その。合わせに行く。そのインパクトの瞬間に。クラブでボールに合わせに行くっていうことが。一番嫌いなんです。<laughs> はい かりました。じゃあ合わせにいかない合っちゃったっていう感じでそうそうするとまあちゃんとシンプルにそのまま体を先ほどのこれを思い出してくださいこれをやるだけこことつなげてもらえればまずは当たるわけです絶対こっちの方が当たりやすいはずす普通に考えたら。 なので、やっぱりここでこうね。手でシャフトを動かしたり、フェース面をこう返したりすると、うん、やはりその分だけボールにインパクトで合わせに行くことになるので、うん、すごく難しいです。はい、わ、はい、かりました。とこういうことをお話しするだけで、皆さん結構。 安定したボールが打てるようになります。でも、これをそうですね、何分か、ちょっと最初練習しただけで、<う>多分感覚とかをつかめる。かもしれないですね。すフェイサングルと、自分の感覚。はい、すごい。良かったです。<笑><笑>でも、シンプルだけどそうだけど、やっぱり。すごい納得できますね。はい、そうですか。私、そんなに初心者じゃないのにそう、そうね。<laughs> うん。うん、なんか忘れてたなと思いました。この人が。 こうこう初めてねこう女性の人とかにこういうふうに教えるとさらに株がグンと確かにアップじゃあ男性の方も要チェックですね、はい、やっぱりこれ男性の方はもう是非見ていただいて、うん、おすごいなとうんうん、うん、理解しやすいですからねそうすと、ねはい、いうふうにこう教えてあげるといいかなというふうにも思いますありがとうございます そうフェジュモンティーの本なんですけどそ,、はい、それはいつ発売でしたっけ、はい、今のところ5月27日に発売予定ですまだちょっと予定なんですけども皆様ぜひ発売をお楽しみください、はい、じゃあ概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。こ、はい、この動画が良かっっったたなとと思った方グッドボタンとここっちで <laughs> はい チャンネル登録をよろしくお願いしますそれではジェクラー